ルキウスカエキリウスメテルス・ダルマティクスは、プレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前119年に、執政官。紀元前114年から、紀元前104年まで最高人議官。紀元前105年にはおそらく観察官を務めた。ダルマティクスというアグノーメンは、ダルマティアでの勝利に由来する。カエキリウスメテルスケ、ケーズカイズカエキリウスメテルスケの出身。 伝説によれば、カエキリウス氏族は、火の神ウールカーヌスの息子で、プライネステの建設者であるカエクルスの子孫とする。メテッドスケは、紀元前3世紀の初めに、元老院に議席を得た。最初に、執政官となったのは、紀元前284年の、ルキウスカエキリウスメテルスデンテルである。パトリキであるセルイリウス氏族と協力し、メテルスケは、 紀元前140年代から元老院における最も有力な家系となった。特に紀元前123年から紀元前109年にかけては6人の執政官を出している。ダルマティクスは紀元前142年の執政官、ルキウスカエキリウスメテルスカルウスの長男であり、クイントスカエキリウスメテルスマケドニクスのいとこである。弟には クイントスカエキリウスメテルスヌミディクスがいる。ダルマティクスに関する記録は、紀元前119年に、失政官に就任した際が最初であり、それ以前は不明である。逆算すると、紀元前122年以前には、法務官を務めていたはずである。同僚失政官は、やはりプレブスのルキウス・アウレリウス・コッタであった。同年に、ガイウス・マリウスが五民官となっているが、 これはマリウスがカエキリウス氏族のクリエンテスとなったか、あるいは一時的に支援を受けたことが大きい。まもなく、マリウスは浮遊階級の投票権を制限する法案を提出した。プルタルコスによれば、ルキウス・カエキリウスという人物がこれに反対したが、マリウスは、か手てのパトロネスを告訴し、法案を成立させた。ただし、プルタルコスが書くルキウス・カエキリウスは、 ダルマティクスではないかもしれない。失政官の任期が完了すると、ダルマティクスは全失政官としてダルマティアに赴任する。外戦式をどうしても実施したかったダルマティクスは、理由もなしに現地人との戦争を始めた。戦争を望んでいなかったダルマティアは降伏し、ローマ軍はサロナで東映に入った。紀元前117年に、 ローマに戻ると凱旋式を実施し、ダルマティアに対する勝利を祝して、ダルマティクスのアグノーメンを得た。また、勝利を記念して、ディオスクーリー神殿を拡張するとともに、塗装を新たに行って、像をいくつか建てている。紀元前115年に、ルキウスカエキリウスメテルスという人物が、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスと共に観察官となっている。これは、ダルマティクスか。 お祈るキウスカエキリウスメテルスディアデマトゥスと思われるが、カピトリヌスのファスティのこの部分が欠落しているため、いずれかを断定はできない。メテルスとアヘノバルブスは、元老院議員32名を除名した。この中には、前年の失政官、ガイウズリキニウスゲタも含まれており、ダルマティクスの娘と結婚していた、マルクス・アエミリウス・スカウルスは、元老院筆頭となっている。 同年あるいは、翌年、最高人技官であったプブリウス・ムキュス・スカイウォーラの死去に伴い、ダルマティクスは、終身職である最高人技官に就任し、紀元前104年に没するまでその職にあった。この職にあっては、ウェスタの諸女の貫通罪に関する調査を行っている。ダルマティクスの娘は、マルクス・アエミリウス・スカウルスの再婚相手となり、 またルキウスコルネリウスセッタの4番目の妻となっている。ダルマティクスはコリーンマッカラのザ・ファーストマン・イン・ローマの登場人物の一人である。ありがとうございます。